怖いもん。いや、今日。おや、もしかしてただ最後の。いやいや、誤解。でも今の話を聞くか。ああ、演武殿司、しかも将軍様、旅人、参加賞を持っているのなら大会にさ、おっと、そうだ。今日めったにない機会だっていうのに何をためらってるんだ。演武殿司に参加できることを誇りに思う。広達、口を慎め。客人に対する。まだなめさん、別に彼らを侮辱してるわけじゃない。上里屋敷のものであれば見たところ。言葉が過ぎるぞ広達。紳士代行をたこの役割をちゃんと果たせるかが心配で、
私も。しました。旅人さんの実力をもってすれば参加もちろんだぜ。小野寺さん、演武電信用の投票箱を運びますね。はい、お願いし、そろそろ時間だ。